君も今日から晴れて業界人じゃ。きちんと業界用語を使うようにな。はい。この業界ではお金を数えるとき123という数字を CDEF と音階に置き換えて呼ぶことにしなってる。1が C、 2が D、 3が A、 4が F、 5が G、 6が A、 7が B、 8がオクターブとなるわけじゃ。はい。1万円なら C マーク、5000円ならゲーセンと言うんだぞ。例えば3万4000円ならどうじゃ。今 F1000。 ほう、じゃあ40円。 F10。 じゃあ5100円。ゲーセン700。なるほど。ならば2540万トンで8円はゲーセン900、 F10 万トンでオクターブ。じゃあ3億4755万3432円。1億6199万1420円。じゃあな125兆360595億7800。はい、皆さん今週もやってまいりました LR の黒沢健一です。黒沢秀樹です。吉田ひろはるです。というわけでですね、いきなり冒頭のコントからあの曲になったわけですけども、はい、あのコントをやってるのも、うん、あの曲を演奏して歌ってるのも、うん、私たちですというお断りを入れてからね、この番組を始めたいと思いますけども、はい、まあですね、あの先週もうですね、あ、今週はもうだらだら過ぎて今週になってしまったわけですけど、先生は何を言ってるんですか。あのね、キャンペーンに行ってきたんですよ。そう、またですね、なんか今週はまたね、キャンペーン各地での話などを織り交ぜながらいろんなこう、ね、話をしていきたいと思うんですよ、はい、うん、まあいや、しかしですね、今度のキャンペーンは結構充実してましてですね、はい、そうですね、うん、まあ、キーちゃんと秀樹とね、うん、まあ、私は全部行ったんですけど、今各地に行きましてですね、はい、まあ、飛行機移動だとか電車移動だとか早い早い、さっき福岡にいたと思ったら、うん、もう横浜に、もう横浜に。そんでもう私はですね、うん、やっぱりあのほら気合だけは入ってますからね、うん、でも各地でいろんなボケもかましましたから、ね、かましましたね、はい、まあ、そんな話も今日はしていきたいと思いますけれども、はい、まずはですね、リクエストにお答えしてからですね、いろんな話聞きたいと思います、まず1曲目のリクエスト、東京都練馬区の、渚のロケンローさんから、XTC で Mayor of Simpleton、というわけでですね、渚のロケンローさんからのリクエストで、XTC で Mayor of Simpleton をお送りいたしましたけどもね、はい、まあね、キャンペーン帰ってきてやっとあのあれですね、ラジオで自由に喋れるようになったって感じますね。いつもあのパーソナリティの方とかですね、うん、いますんで、あの今度のキャンペーンは結構私真面目でして、うん、あんまりギャングとか言わなかった、うん、で格好つけてるばっかりにさ、インタビュアーの質とかにさ、うん、あの今度のエルバル、まあ、今度のアメリカをテーマにしまして、僕たちは、まあ、バンド形態でね、初めてこういう音ができたっていうのは誇りに思ってますが、言ってるわけよ俺。かっこいいんだよ、ケンイチ君。サングラスかけてタバコ吸いながら足組んだりとかして、うん、ケンイチさんはじゃ あの曲作りはどういう風になされてるんですか。普通にって先生、普通にって普通にって言ったら周りが、いや先生ちょっとあの普通にどういう思いっきり、それであの向こうのイベンターさんのね、スベギさんっていうのがもう私のこと先生って呼んでギャグで落とすのが好きでさ、だと黒沢さんはあのどんな食べ物が好きなんですか。どんな食べ物が好き好き好き、すき焼きとか、また先生ちょっとそれ先生ちょっと待ってくださいとか言って、もう結構それでほら、ね、あの俺このスタジオ入った時にさ、うん、橋本さんとかみんな俺のこと先生とか言ってさ、うん、すごいんだよ、なんかそれをきっかけにさ、うん、こう今までこう一応クールに決めてたのの、うん、なんていうの、無理が結構溜まってたらしくて、あの取材の終わった途端に、うん、ラジオ局とか行くじゃない、うん、見て福岡に着いたね、うん、福岡に着いて名古屋からね、そう名古屋から福岡に着いて、うん、1日もう大体夜の10時頃だった、うん、でちょうどあのですね、あの福岡でやるコンサートのチケットをイベンターさんの方が持ってて、うん、あこのチケットなんかあれなんですねとかって話してたら、建築君が、うん、えあの名古屋はいつなんですかって、あの先生もう福岡に着いてから10時間ぐらい経とうとしてるんですけど名古屋は行ってきたってなんか結構 ね大変だった、うん、レニー・クラヴィッツのチケットねパッと見た瞬間、え名古屋はどこでやるんですか、あ先生ここもう福岡なんですけどってね、そういう時しか先生って呼ばれないという、うん、まあ、そんな感じがありましたけど、まあなんかちょっとここで聞いちゃうか、ハガキを。あ、はいはい、はい、これはですね、ちょっと前に来てたハガキなんですけども、うん、千葉県習志野市のペンネーム天才バーボン君。バーボン、おい、おい、これはですね、うん、あのリックアストレイってよく私があのこのユーロビート需要をやってた時に何回かかけたことがありますけど、うん、これがですねユーロビートと知らなかったの彼は、うん、で
それでね、2,3 年前にまた別のものをテレビで見ていて、いい曲だなと思って買った CD があって、うん、これもどうやらユーロビート臭いんだけどどうなんだろうかっていう、ね、人が言ってきてユーロビート認定誌になってます ね、 あ、なるほどね。でそれがですね、この曲っていうのがアバのダンシングクイーンということなんですけれども、あ、なるほど、あ、なるほど、これはですね、うん、詳しくこれについての講釈を垂れようと思うんですけど、時間もそんなないんで軽く垂れます、うん、ですね、うん、あながち間違ってはいません、これこれがユーロビートかどうかという、うんうん、で基本的にアバもですね、非常に、ディスコミュージックからですね、まあ、いわゆるポップミュージックの、広がっていったんですけれども、うん、大体ですね、こういうの乱暴な言い方になっちゃうかもしれないんですけれども、うん、ドラムの音が変わればその時代その時代の、ディスコミュージックになります。なるほど、うんうん、というわけでですね、このアバのダンシングにあながち間違っていないというのをですね、うん、これからちょっと証明しようと思いまして、非常にアバっぽい曲をやってるですね今のユーロビートの曲があるんで、これを聴いてもらいましょう、うん、バナナラーマでラッシングオンマイマインド。はい、というわけでですね、バナナラーマでラッシングオンマイマインド聴いてもらってますけどどうでしょう皆さん。確かにこれはコーラスとかメロディーはもろアバだけど、うん、ドラムが変わるとこれはユーロビートですね、うん、ということなんです。すげえいい曲だ、すごい、うん、これはですね、ちなみにバナナマンの一番新しいアルバムに入ってる本当ですか先生、はい、ですこれ新しいんですか、一番新しいアルバムなんです、これで。あ、なるほどね。これもちなみにプロデュースしてるのはストックエトキンウォーターマン、あの人と、あ、エトキンが抜けちゃったんだな、ストックウォーターマンなんですけど ね、 ね、非常にこういう曲がこのアルバムいっぱい入ってていいです、このアルバム。なるほど、うん、木下さんこそ私本当のユーロビート先生と呼ばれる先生みたいな、はい、というわけで、はい、バナナマでラッシングオンマイマインドでした。この番組では皆さんからのおはがきを大募集しています。宛先は郵便番号 220-81 横浜ランドマークタワー浜ラジ LR ハイファイステレオマジックの係まで。というわけでやってまいりました、いい曲かけてんじゃんというわけでですね、まあ、今週もですね、うん、皆さんが持ち寄った CD などをこうやってかけて、はい、はいじゃない、はい、さっきのギャングの声になっちゃう、はい、かけていきたいと思うんですけれども、うん、今週はですね、まあ、移動の多い週でして、うん、はい、私たち兄弟はですね、ね、移動に移動を重ねて、移動に移動を重ねてですね、うん、浜ラジの方にやってきてるんです、ね、うん、福岡帰り CD をちょっとね持ちきれなかったんですよ、自分のやつを、うん、声を裏返ることね。そしたらですね、番組のディレクターさんが、ね、最近 CD 発売されたやつだって言ってですね、持ってきてくれたのが、まあこれが宝の山で、いい CD が最近再発されてますけどね、うん、誰もこんなの再発してもすぐ買い版だろうというですね、ほら思ってかな、その CD の新しさを見た瞬間からこう、うん、悲しさを感じました、うんうん、もうすでに廃盤の匂いがするもん、匂いがします、もうジャケットもね、うん、アナログで出てた当時でも、うん、何のメリットもないぐらい地味なジャケットなんです本当にCD になってより一層その地味さがですね、うんうん、にじみ出ちゃってですね、まあこれがでもね、内容は非常にいい、うん、アルバムをですね持ってきていただいたんで、私もこれぜひ紹介したいということなんで、うん、まあ、ちょっと聞いてみたいと思うんですけども、今日ちょっと僕がですねその CD の中から選んだのは誰も知らないだろうアメリカンフライヤーというグループなんですけど、知りませんね誰も、これはきっとですね今おーとか言ってるのはですね、なんか中央線沿線で地味なコーヒー屋をやってるフォーク親父ぐらいしかいないんじゃないかとかなり限定されますね、限定されてます、地区人間性絶対口ひげがあるっていうですね、うん、このアメリカンフライヤーっていうのはですね1973年ですかね、エリック・カズというですね、うん、人が中心になって組まれたグループで、なんとアメリカのグループなんですけども、うん、プロデューサーがジョージ・マーティン、ビートルズの、はい、でこれがデビューアルバムなんですけれども、まあ、当然のごとく日本では売れなかった、うん、でアメリカでもやっぱり売れなかったんですが、まあ、その後、うん、ゲイリー・カーツっていうのとエリック・カーツっていうのがですね、まあ、スティーリー・ダン関係っていうんですか、うん、あそこら辺にですね曲を提供したりアレンジをしたりとかですね、まあ、その他のいろんな仕事をして名前が有名になって、でエリック・カーツがいたバンドということで後々になって評価された時には、うん、もうすでに廃盤の山というですね悲しい状態ですね、うん、私もこれはつい先日この CD が再発されたのを知らなくて、うん、アナログ版で見つけたんですけども、うん、まあ非常に音が良くてですね、ああよかったやっと変えたって前人に借りて聞いてたんですけどもね、うん、もう本当にこれ聞いてもらえれば分かるんですけどもね、売れないだろうと
でもいいだろうと、うん、これはぜひともですね、なんかソファーかなんかに座ってあの引き立てのコーヒーかなんか飲みながら聞くと、まさにもういい曲かけてんじゃん、いい曲かけてんじゃん、もうこれもうこのコーナーの趣旨に沿いまくっている、はい、もう今聴いてる人これ10人でもですねアメリカンフライヤーをですね買いに行ってくれたらエリック・カズは喜ぶんじゃないかと僕は思うんでかけたいと思います。これはですねあの別に音楽なんか聴きたくないんだけどなんかリラックスしたいなっていう時にかけるとこれが効果てきめんにいいです、うん、僕はよくこれをそういう時に聴きますけどね、うん、では聴いてください。アメリカンフライヤー Light of Your Love、エリック・カズ率いるアメリカンフライヤーのライト・オブ・ヨー・ラブを聴いていただきましたけどね、いい曲かけてんじゃん、そう言ってほしいな、このリスナーにもいい曲かけてんじゃんっていう意味ですね。まああのある意味でメロディーラインはポール・マッカートニー的なものもありますけど、うんまあ、ジョージ・マーティンのプロデュースの効力というのはこのストリングスアレンジじゃないでしょうか、ねうん、あのアメリカンフライヤーの2枚目という2枚目のアルバムもあってですね、それはジョージ・マーティンがプロデュースしてないんですけども、うん、ストリングスが抜けて結構あのどっちかっていうとアコースティックサウンドになってますけどね、うんまあ、曲作りは非常に良くてですね、うん、レイドバックしたい時にアメリカンフライヤー、これはなんか好きすぎるなこういうサウンドがちょっと、うんうん、ちなみにねあの私はこれをカラーコピーして一時期車のバックミラーに貼ろうかなと思ったぐらい好きなアルバムでしたそんなことしてどうすんだよ。いやいやはい、というわけで次はまたこれは再発シリーズです。次これの再発を今日私は見た時には、うん、ゲッとか言ってこれ再発されたんですかとか思わず三角の隅に詰め寄ってしまいましたけどしかも安くね、うんうん、このシティというグループなんですけどもね、はい、これはあのキャロル・キングさんが一時期やっていたグループで、うん、ね、これはあのつづれ折りで大ヒットする1年前ですね、うんうんうん、本当にいいアルバムで、うん、もうずっとアナログ版でしかなくてね、うん、しかもそのアナログ版が劇的に廃盤っていう状態で、廃盤って劇的に高い、そう劇的に高くてですね、そのブートレックっていうか海賊版みたいなのが結構出回っててね、うん、あのオリジナルのジャケットのあって俺ケンイチお店以外ではねケンイチ君の持ってるやつしか見たことがなかったそんなにレア俺のは一応オリジナル版でですね、あのジャケットがカラーなんですけど、ブートレグは白黒なんです、白黒、うんうんうん、で倍ぐらい値段が違うんですけどね、うん、そんなことはどうだっていいんですけどとにかく俺はねあの欲しいなと思っても、うん、あの買えなかったのこれが今まで、うん、買えなかったの、そうでケンイチ君の聞かせてもらってとりあえず我慢しようとか思ってこうテープに取ってたな、うん、あの何回もかけて聞いてたりとかしてやっぱりいいな早く CD にならないかなと思っていたんだ、うん、それが今日なんとこんなところに、しかも値段が1800円、シリーズ1800円シリーズで再発されるのではなんで俺がこんなに好きなものが多いんだとかミレニウムとか、しかしミレニウムとかしかしどうでもいいですけどね、うん、松尾さん喜んでますね、ここまでなんか偶然持ってきた CD がここまで思い出があるものだったなんてみたいな、俺はねそういう顔してますけど、もうこれが2000円で買えるなんて、はい、2000円以内で買えるなんて、うん、てんてんてんうっていう感じなんですけども、はい、とりあえず曲を聴いてもらいたいと思います。 The City Now That Everything's Been SaidThe City で Now That Everything's Been Said を聞いてもらいましたけど、いいですね、いいですね、うん、あのちなみにこれはですねあのブライアン・ウィルソンの奥さんがやってる、うん、スプリングというグループもですねこの曲をカバーしてて、うん、ある意味でやっぱりこの演奏形態というかダニー・クイチという人がギターでですね、うん、あのやってるんですけども、なんか非常にあの最近再発されたあのシュガー・ベイブの、はいはいね、あのパレードとかですね、あそこら辺の音になんとなく似てるなと、まあ、シュガー・ベイブなんかはあの、ね、タワー・オブ・パワーじゃなくてなんだっけフィフス・アベニューバンドですか、うん、あそこら辺を意識したって言ってるんですけど、やっぱりなんかここら辺のね音の感じが僕は非常にシュガーベイブはしてしまうんですけど、うんというわけでですね、次はキーちゃんの、次はですね、うん、これはまあ普通に買えますお、はい、普通に買える、普通に買える、タワーオブパワーなんですけれどもね、はい、今日かけるこのクレバーガールという曲なんですが、まあ大体ですねタワーオブパワーっていうのはかなりメンバーが多いものなんで、必然的にあのメンバーチェンジが非常に多いというところでですね、うん、でこの今日かけるこの曲あたりがですねあの最強メンバーと言われてるラインナップでして、うん、でこのアルバムが入ってるのがタワーオブパワーのタワーオブパワーというアルバムなんですけども、うん、このメンバーで、次のバックトゥーオークランドというですね、ラブズビンゴンソンロングとかドンチェンジホージスとか あそこら辺へと、向かう布石となっているですねアルバムなんですよ、うん、このアルバムが。でその中からですね別にシングルカットとかっていうあれじゃないんですけれども、まあ、このアルバムもいい曲がいっぱい入ってんで、その中からの1曲を今日は持ってきたんで聴いてください。タワーオブパワーでクレバーガール、はい、タワーオブパワーでクレバーガールを聴いてもらいました。Stereo Magic Friday.
はがき&リクエストというわけですね。また今週もですね、はい、たくさんタンクさん誰なんだそれは。おばあタンクさん、おばあタンクさん、わおタンクさんだよ、わお。どうでもいいんですけど、たくさんですねハガキをいただきましたので、はい、先生よろしくお願いします、はい、いきたいと思いますけど、はい、さてまず1枚目は秀樹くん、はい、はい、これはですね、うん、ペンネームクレさんクレさん、はい、これはですね、南区の方ですね、うん、エラールのみなちゃん、ワンデアンス、ワンデアンス、ワンです。ああ、私すっごいムカついてるということなんですよ、うんうん、それは電車の中での出来事痴漢だったらまだ許す、おう、うん、首を絞めてくる親父がいるあそれがもう1ヶ月以上、あそう、信じられないのがさ、こうなんかね、うん、ウォークマンのワイヤーとかを首にうまく巻きつけてくるらしいお前逃げろよ、うんうんうん、ちなみに Y という電車の H という駅の28分7時もう別のに乗ってもダメ、どうしたらいいんでしょう、その嫌な親父にあだ名をつけて悪口用に使用するのでお願いしますっていうことなんですけど、なるほどね、でもね、だって電車変えてもさその人狙ってるわけ、そうなんじゃないかな、それ危ないじゃないですか ね帰り道とかね、うん、それはシャレになんないですよ、うん、なんかやっぱちょっと異常な方なんですよね、うん、あだ名をつけて済むんだったらつけましょうか、なんか、ね、うん、何にしましょうね、あだ名首を絞める人になんかすごい番組になってきましたね、これもなんかデビッド・リッチの世界に突入していく、うん、しかしうまくない、その何、じゃあまあこれは次の楽器読んでる間に考えましょうか、うん、まあ、次の曲かかってる間に、はい、じゃあキーちゃんお話を、はい、これはですね、うん、三条コモドドラゴンさん、はい、LR の皆さんこんばんは、先日ラジオを聞いていたら、うん、天気予報が始まったのでそのまま聞き流していたのですが、うん、アナウンサーさんが埼玉県北部、山梨県北部にナタデ注意報が出ていますから思わず手を行事してしまいました、きっとナタデ注意報のことなのでしょう、そうだと思うんですが、それから私はナタデと聞くと南国フィルムを思い浮かべてしまうようになりましたということなんですけども、ね、なるほど、ナタデ注意報ね、ナタデ注意報、どういう注意報なんだよそれ、夜半からナタデがここに変わりますとかいう、おかしいですねそれもね、うん、でもなかなかね、うん、そういう間違いをした時アナウンサーさんっていうのは後にちゃんとね訂正しますけど、はい、でも俺ね特に、はい、民放系じゃないところでね、はい、間違いをする方がいるでしょ、某国宝衛星、某国宝放送、国営放送とかで、うん、でああいう場合ってなんか民放のアナウンサーだと番組が終わったら今日もお疲れみたいな感じでお前なだれはなだれっつっただろみたいな急激に変わるアナウンサーがいても俺おかしくないと思うんだけど、うんうん、あのコカ・コーラ系な、そうコカ・コーラ系なスカッとしてる人とか、うん、だけど何なんていうんですか、国営放送の人とかさ、うん、なだれをなだれと間違っても笑わないで、なだれをなだれと間違ってしまいましたとか真面目になんか、うん、ね、シュールな感じでミーティングするんですかね、どうなんでしょうね、私は分かんないですけど、ね、まあね、うん、何かちくりのハガキがあったらください、はい、うちのお父さんは勤めてますとかですねまあそれはいいんですけれども、先ほどのですねソニーの回し者さんに首を絞められてる人ね、まさにぴったりの曲を、リクエスト来てます、藤沢市の柴恵子さんからのリクエスト、ホリーズ I'm Alive、 I'm Alive ホリーズで、聞いていただきましたけどもね、というわけでおハガキをちょっとまたなんか、はい、はい、でさっきのハガキがですね、うん、アイムアライブのリクエストをくれた、はい、面白かったんでこれをちょっと読みたいと思います、うん、LR の皆さんこんばんは、こんばんは、少し前によくありそうなことということで、うん、いくつか出ていて健一くんたちがあるあるあると言ってましたよね、うん、そこで今日はよくいそうなやつをいくつか挙げてみました、うん、まずはお菓子編でということで、お菓子編のよくいそうなやつ、その1、お菓子のオレオを食べてる時クッキーを剥がして先にクリームを舐めて最後にクッキーだけを食べるやつがいる、秀樹ですね俺はいや俺はねこれ断言するけどね、うん、オレオに関しては全部食べるよ、あそう、うん、あれは一緒に食べた方が美味しいんで、そうでしょ、うん、俺もそう思うんだけど、そんなに力強く言うこともないんだけど、うん、ちょっとこれはね、うんうん、学校系の話ですかね、うんうん、その2、うん、ポッキーを食べるときチョコを全部舐めてプリッツの棒だけにする、俺だですこれはですね私昔コンパをやってた時にやられました、こういうこと、ああそう、うん、何そのまま残す、そうそう、いや木下プリッツ食べないとかってプリッツが置いてあるんで、うん、で食べようと思って、うん、食べたらなんかちょっと違うなと思ったら湿ってる、そうなんか湿ってるったら元はポッキーだったって、うわ
これは私あります。あります、うんうん、あとポテコを指にはめて指輪というやつ。俺ですそれは黒沢兄弟です。昔よくやったの、子供の頃。昔やったんで、あのね、子供の頃さ、うん、秀樹と俺でさ、うん、こたつに座りながらさ、ポテコを指にいっぱい入れてさ、いっぱい入れてリンゴとかそのネタがいいんだよ、あのね、ヘルゴ、そう、ヘルスを秀樹と俺で子供の頃見てて、リンゴスターは指輪をいっぱいしてるって話になって、うんうん、なんかね、そうそう、で指輪がないから、うん、ポテコがあるじゃん、うん、あのそのなんておやつの時間とか手にいっぱいはめてリンゴをやってました。変な兄弟でしたね。あれ買うたびにやってたよね。やってましたね。しょうがないな。なんか手をバクってやって食べるっていうさ、ガキの頃。あの歯触りがなんか結構良かった気がありましたけどもね。はい、というわけでですね、次のリクエスト行ってみたいと思うんですけれども、これもですね、たくさん来てますけれども、うん、これは吉田茜さん、そして川崎みのりさん、その他、たくさんリクエスト来てます。 LR で君とナスと僕のブルージーン。 LR で君とナスと僕のブルージーンでした。この番組では皆さんからのおはがきを大募集しています。宛先は郵便番号 220-81 横浜ランドマークタワー浜ラジ LR ハイファイステレオマジックの係まで。暮らしの音楽手帳。はい、というわけ というわけで、まあ今週もですね、全く暮らしの役に立つかどうかわからないんだけど、わかんないですけど、でもですね、はい、たまにね、はい、なんかどうしても眠れないなっていう時にですね、天井を見ながら、うん、このコーナーなんか思い出して、うん、ふって笑えるってですねなんかその生活の中で小さいですね、うん、思い出の一つとしてミニマムみたいな。でもですね、本当にくだらないことって人間覚えてるでしょ、うん、覚えてる。なんかやっぱその意識のですね、本当に片隅っていう感じのこと、俺なんかくだらないことしか覚えてなくてまあですね、まあ、よく言や雑学というやつですけどね、うん、まあ、そういうのをご紹介していこうというこのコーナーなんですけど、はい、今日はですね、うん、まあ音楽に関して、うん、こんな放題あったねシリーズアルバム編ということでですね、放題、うん、これはですね、まあ、日本版、うん、あの要するに日本のレコード会社の方がですね、うん、あのね、難しいタイトルだと、うん、例えばサージェントペッパーズロンリーハーツクラブバンドっていうアルバムがあったら、うん、日本人には分かりづらいな、なんとかかんとかのアルバムとかね、そういうふうに分かりやすいように放題をつけるんですけども、うん、まああれはビートルズですから放題つけますんですよね、うん、ああ軍曹となんとかずっとみたいな、ね、まあ分かりやすく言うとそういうことです、うん、まあその放題がですね、恐ろしくねじ曲がってるとかですね、うん、なかなか美しかったりとかですね、そういうのを読み上げてですね、うん、皆さんに、ね、簡単したいと、ああいいねと、はい、それではですねまあ1枚目はですね、デビッドボーイのジギースターダスト、うん、これは有名なアルバムですね、うん、これは発売当時にどういう放題だったか、じゃん、屈折する星屑の上昇と下降、そして火星から来た雲の群れ、英語より難しいやんかみたいな英語より難しいやんかみたいな、本当にそうなんですよ、でですね、これはあの当時あのこれ RVC レコードというところが発売されて、僕はあの日本版のオリジナル版持ってるんですけど、うん、RVC っていうのは背拍子っていうか、あの背中の部分がですね、日本語で書いてあるんですよ。で今でもレコード棚でデビッドボーイのジギスターダストを出そうとするとですね、うん、長々と日本語でお経のように書いてる、他は英語でしょ、セビューだけど、うん、背中がですね、こう日本語で長々書いてあるんで、それを出せばいいという、まあ、ある意味では非常に便利なんですけど、でもこれは非常に ある意味で美しくてですね、アルバムタイトルとのマッチングがいいんじゃないかと、うん、僕は時代を表している感じがします。はい、それではですね、また次はこれはグラムロック系なんですけど、はい、T-Rex、はい、ズイングアロイ&ヒデンライダースオブトゥモローというですね、うん、これはなかなかですね、うん、いい野球だなと、これはいいなと俺は思ってるんですけど、うん、ズイングアロイと朝焼けの仮面ライダー、素晴らしいな、これはですね、俺この放題聞いた時全然結びつかない、うん、ズイングアロイってなんだ、朝焼けの仮面ライダー、もうグラムロックみたいな、確かにこれ直訳といえば直訳なんですけど、うん、普通ね、うん、英語のこうやって「ゼンガーロイアンでヒデンライダーソブトゥモロー」っていうのはね、なかなかあの訳しても詩的にならないんだけど、なんか知らないけどこれ意味ありげに聞こえるという、うん、これは直訳の名訳だと思いますけどもね、はい、そしてですね、これは有名です、有名ですね、ジェフ・ベックの「ブロー・バイ・ブロー」、これがですね、なぜかギター殺人者の凱旋、ジェフ・ベックはそんなに悪い人じゃないと思うんだ、僕はこれね、うん、
あのジェフ・ベックってのはこの人殺人をしたギタリストなんだって私は思いました本当に、ね、これぐらいインパクトが強かったんですけどね。で次はザ・フーのゴッド&ソッツ、これも不死身のハードロック、うん、これはですねジャケットがあのねなんてフットボールをしている、人たちがですね4人こうやってガンとこうあれして、うん、いかにも俺たちは不死身だぜっていうこうロック魂を感じさせるから、うん、こういうタイトルになったんじゃねえかとですね、うん、ただ単にそうなんじゃないかなって僕は思うんですけど、うん、でですねキスこれ結構すごいですねキスアライブ、これは私はあの買いましたけどお小遣い貯めて、これがすごい放題がキスアライブ、これが日本語になるとじゃん地獄の教授これはねえじゃねえかっていうですね、あの大阪のキャンペーンに行った時にです、ね、林舞さんというディスクリートがいまして、うん、その方のお兄さん、まあ、バイリンギャルなんですけどね外国にずっと暮らして、うん、お兄さんが子供の頃キスが好きでバスルームにキスの写真があって怖くてバスルームに入れなかったってぐらい怖いバンドでしたね、うん、メイクは、うん、地獄の教授はすごいですね、うんうん、さて次なんですね、これちょっとこのタイトルもねえんじゃないかなこれ当時東芝から発売されたレコードなんですけど、パティ・スミスのホーシスというアルバム、これはかなりいいアルバムですけどこれの放題じゃんメス馬何やそれはみたいな、ホーシスって違う意味でこれつけてるのにパティ・スミスメス馬でもあのねこの当時はですねピンクロイドがね、うん、狂気とかですねアニマルズとか二文字系が結構ね二文字系でその帯にガーンって書いてあると、うん、なんかこれはシュールだなって、ね、なんかこの墨のなんかねそう自分をなんか違う世界に連れてってくれるレコードなんじゃないかと思ってですねつい買っちゃうんですけどメスマまあね、うん、時代かなって感じはしますけどね、はい、まあ似たパターンでブロンディのブロンディってアルバムですね幼女ブロンディこれ俺デボラーリーはこれ雪ワイズじゃねえぞっていう感じしますけどもね、さてまあ次はローリングストーンズ、これは発売当時かなりですねあのミュージックマガジンの方がですねなんて放題だって言ってラブユーライブ、これかっこいいでしょ、うん、アメリカのね、あのこれアンディ・ウォーホールがジャケットのデザインしてるんですけどね、うん、ラブユーライブ、おーラブユーライブかもうストーンズっぽいな、これが日本語になったら感激偉大なるライブ俺これあの宣伝文句かと思いましたけどね、まあでも確かに偉大なるライブなんです内容、うん、感激しますよね。でまああのアースウィンドアンドファイアーオールンオール、これはあのアースの独特の造語でですね、まああのほんと全部いいぞみたいな、なんか、うん、まあそういう感じのあのねヨーブローみたいな、なんか黒人用語とかそういうもんなんですけど、うん、これがなぜかこう軽いタイトルが、うん、お元気とかですか、あ全てがみたいな、その太陽神太陽に神と書いて、うん、まあ、他にもですね、ね、ボストンの新惑星着陸とかですね、いろいろありますけど、ね、はい、まあ、あの心の片隅に留めといていただければ幸せかなと思いますけど、はい、それではですね、ね、グラムロック系で非常に美しい、放題のついているデビッドボーイのジギースターダストからこの曲を聴いてください、サフラゲッツシティ、さて次の曲はリクエスト、カニドールさんから来てます、 LR でパッシンスルー MRHi-Fi Stereo Magic。 さあというわけでですね、もう1週間じゃねえ1時間経ってしまいましたけど、はい、先生こういうボケの時にこの言葉ですか、先生お願いします、まあキャンペーン中ずっとそうでしたけどね、はい、まあ、まあね、うんうん、とりあえずですね、はい、郵便料金値上がりにもかかわらず、こんなにたくさんの、うん、おはがき、封筒、その他、どうもありがとうございます。泣けるぜ、みんな読んでますからね、うん、あの本当にね、読むのが大変といえば大変なんですけど、ね、みんなのおはがきのクオリティが高い、うんうん、これはいろんな話ができるなと思って、ね、はい、ついですね、選曲を忘れてずっと読み切っちゃってですね、うん、あの各回の方に申し訳ないという、各回の方に、先生、先生、もう結構影響が多大ですから、この番組で。はい、というわけで、また来週もですね、いろんなコーナー別に仕分けしたね、はい、新生ハイファイステレオマジック、また楽しんでいただければいいと思います、はい、来週もまたちょっとあのコントは面白いと思うんで、うんうん、あとちなみにあのライブのチケット発売中です、はい、あのライブではコントやりませんけども、はい、あのすごいいいライブがやりそうな感じの予感がですね、うん、してますんで、まあ、任して任して、うん、というわけでですね、今日のあのお相手は LR の黒沢源氏と黒沢秀樹、木下博晴でした。それでは皆さん、また来週。